しまーす。それではただいまからカバのスイカ丸ごとタイムを始めます。はい、早速カバたちにスイカをあげたいところなんですけど、今日はたくさんのお客様に集まっていただいたので、バイオパークで暮らしているカバたちの説明を簡単にしていきたいと思います。まず一番初めに左奥にいるのが、日本で初めて人工保育で育てられたモモと言います。泳げなかったカバとして有名になり、絵本になったりテレビなどによく出ています。一番向こうにおる人、次にこちらの左手前にいるのがノンノンといって、先ほど紹介したモモのお母さんです。6月に17年ぶりに出産をしまして、ちょっと遠くに行っちゃったんですけど、あちらの小さなカバがムサシという元気な男の子です。6月4日の3時に生まれたということで、その数字を並べ替えてムサシという名前を付けました。どんどん、ちょっと待ってね。カバは生まれてきた時からとても体重が重くて、だいたい40キロほどの重さで生まれてきます。最後に右手前にいる一番大きなカバはドンといって、モモのお父さんです。このドンは昔テレビ番組の企画で体重を測ったことがあるんですが、その時の体重が 2.1 トンありました。カバはとても体重が重いんですけど、走るとかなり速くて40キロで走ることもできます。もちろん泳ぐのも得意で、水中で5分間息を止められることもできます。はい、今ノンノが口を開けてくれました。ちょっと歯が少ないように見えるんですけど、奥の方を見ていただくと小さな歯がたくさん並んでいるのが見えると思います。全部で38本も歯が生えています。はい、こちらのノンノンとドンは今年で33歳になったんですが、カバの寿命は40年50年と言われています。なのでこの2頭もまだまだ長生きします。ではちょっとノンノンが待ちかねてるので、そろそろスイカをあげていきます。はい、それではノンノンからスイカをあげていきますね。シャッターチャンスが一瞬だけですので、頑張って撮ってください。ノンノン、はい、はい、それでは次に右手前にいるドンにこちらの一番大きなスイカをあげます。はい、あげます。ドン、どうしたんですか、こぼれたのパフパフしたんじゃない、食べよう。